皆さんこんにちは、富塚優子です。今日も不動産と、経済投資についてのですね、お役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。新しいシリーズを始めるんですけれども、基本法律知識ですね、この先学んでおくといいなと思われるような法律知識をお伝えしていきたいと思います。ですけれども、その法律知識を学ぶことでついでに宅建も受験できるんじゃないか、こういうことがですねできたらいいなと思っています。ですので、ついでに宅建を、考えながら基本の法律知識を学んでいくというシリーズにしたいと思います。まず最初はですね、簡単なですね、民法から始めるんですけれども、その前に今日は第1回目ということで、なぜ宅建が必要か、宅建取るとなんかいいことあるのっていうことなんですけど、宅建ってまず皆さんご存知ですかね、宅地建物、取引士という資格があります。これはですね、不動産業者を、この資格を持っていることで、開業することができます。そして不動産業者にはですね、必ずこの宅建士の方っていうのを、法律で決められて人数を置かなければいけないというふうに決まっています。はい。ですので、不動産に関する一般的な専門家というふうに捉えていいんじゃないかと思います。専門家になるための、第一ステップの、資格というふうなところですね。はい。これを取ると、どうしていいのかっていうことですけど、まずですね、ご自身の相続問題っていうのが、大きなところで来るんじゃないかと思います。うちもそうですけれども、両親高齢になって、そこから相続の問題も発生すると。で、相続財産の中に結構大きいのって不動産なんですね。他の現金、預貯金はあまりないけれども、不動産は結構あるっていうのが、私がご相談を受けている中ではほとんどの例です。ですので、自分自身も不動産についてある程度見れるようになっておくっていうのも心強いものかなと思います。で、今どちらのご家庭も悩まれているのが、その介護、親の介護の費用がなかなかこの先心配だということですね。施設に預けるにしても介護の金に入ってもらうにしても心配だと。そうした時に、じゃあ不動産いざとなったら売るかと。その時にいくらで売れるのかとか、どうやったらいいのかってことは知っておいていいんじゃないかなと思います。あとご自身の人生設計ですね。こうしたところにも不動産の知識って役立ってくるんじゃないのかなというふうに思います。さらにですね、もうすぐ退職、あと何年で、定年になるという、その後ですね、じゃあ、宅建を持っていればどこかでアルバイトとして何かできるんじゃないかとか、自分でも何かこれまでの人脈を生かしていけるんじゃないかって、もちろんそういう可能性もあります。ですので、じゃあ、今から宅建を取っておくっていうのはありますね。あとはですね、ご自身が持っている不動産。この先親から相続する予定になっていると、相続では揉めないけれども、自分は、一人っ子なので親からこれを全部引き継ぐことになると、じゃあその不動産をどうやって有効活用するのか、そこからお金を埋めるような形にした方がいいですよね。そのための基礎知識を自分でもある程度は学んでおきましょうということです。で、さらにですね、不動産についてはいろんな方が寄ってきます。不動産を持っているといろんな方がですね、ひょろひょろっとこう、磁石に吸い付けられるようにしていろんな方が寄ってきます。ですので、いい話、悪い話もあります。それを見分けるについても、自分が、相手よりも知識を持っているってことはとても大切なことだと思います。で、さらに、ローンはもうすぐ終わると、自分の持ち家がありますと。その持ち家をこの先どうしたらいいんだろうか。こういう時にも宅建の知識があるとですね、その持ち家をどういうふうにしていくかっていうことの有効なアドバイスが得られるんじゃないのかなと思います。10月に宅建の試験がありますので、今から勉強するとですね、必ず、間に合うと思います。ですので、そうか、宅建ということがあったのかと思う方がいらっしゃったらですね、今から準備をされていいんじゃないのかなと思います。はい、次回以降具体的にですね、民法のお話をしていこうと思います。はい。今日もありがとうございました。